かわいい、キラキラ、ラブリー、ファンシー、これらすべてを禁じられ許されなかった私の記憶、スイートメモリーズ。私たちは皆子供の時には夢があった。こんな仕事をしたい、こんな大人になりたい、などの憧れやときめき。逆にずるい大人にはなりたくない、卑怯な人間にはなりたくない、嘘と建前ばかりの大人にだけはなりたくない、そう思っていた私。でも人は子供の時のそんな記憶など幻だったかのように忘れてしまう。大量生産大量消費の世の中で思考までもマニュアル化した大人たち。自分さえ良ければいい、誰も見ていなければ何をやってもいい、いじめられる方にも原因があるという身勝手な感覚。いじめはいけません。そういう大人たちが平然といじめを実践している現状。学歴や年齢、性別、社会的地位、それらが人間の価値を決めているという錯覚の中で、同じ命にさえ優劣をつけて安堵する偉そうな大人たち。私は子供の頃、自分が生きている場所は親に保護され安住の場所でありながらも、偽物の自分が作り笑いをする、一刻も早く逃げ出したい生き地獄でもあった。今思えば、私は過去のどんなネガティブなことも作品にすることによってポジティブに変換してきたように思います。作品たちが私の代わりに着たい服を着て、したい髪型をして、怒りや疑問を代弁し泣いてくれたからかもしれません。私の個展スイートメモリーズは、私が幼少期に感じたさまざまな記憶、そして今実際に生きているリアルな世の中とそれらとのギャップをもとに、幼少期のさまざまな我慢や理不尽な思い、憤りや悔しさをベースに、現代社会の傲慢な嘘や安っぽい建前、大きな勘違い、そしてそれらの表裏を作品に落とし込んでみました。作品の色合いは今までになかったほど、ラブリーなモチーフやファンシーカラー、それにキラキラ、相反して人物の表情には憤りや困惑、我慢や諦めなどを込め、幼少期の記憶と重ねることで過去のどの記憶も甘い記憶として表現することを試してみました。作品をご覧いただく際は、どうぞ皆さんの記憶と重ね合わせてご覧ください。そしたらきっと記憶の片隅にしまい込んだ何かを見つけることができるかもしれません。私の記憶と皆さんの記憶で完成するのが古典スイートメモリーズなのです。